内刑事です。違うか。吉田サラダです。ウィラムスワローズ。っていうことで、ヤクルトスワローズ対ソフトバンクホークス6対4でヤクルトスワローズ勝利しました。スワホー。いやー嬉しいですね。ソフトバンクに3連勝ですよ。3連勝、3立てしました。そしてですね、セリーグの10位、ジャイアンツに追いついて2位タイになりました。いやー嬉しいですね。めちゃくちゃ嬉しい。今日の勝利は本当にでかいと思います。高橋奎二投手でね、勝ったっていうのがすっごくでかいと思います。高橋奎二投手、今シーズン初勝利おめでとうございます。こっからチームのために働きまくってください。今日は6回3分の1、2失点。この調子でね、どんどん勝ち星、ちょっと出遅れた分頼みますよ。こっからですよ。そして山田哲人キャプテン、もうね、最高ですね。ちゃんと上がってきております。もう信頼できる山田哲人選手。そして村上選手が25ホームラン。両リーグ一番乗り、最高。もう、この調子でどん行ってほしい。福岡ドームでね、同一カード3連勝したのって過去に4回あるらしいんですよ、ヤクルトスワローズ。その4回とも日本一になっております。5回目今日達成しました。5分の4が日本一になっている。5分の1どうなんかな？日本一でしょう。なれるでしょう。いやー、いけますね。今日の3連勝目だってね、すごいんですよ。点取られたのが、バレンティンにホームラン2本と、川島慶三選手にホームラン1本と、バレンティンと川島慶三選手、元ヤクルトの選手じゃないですか。だからね、今日の得点全員10点、ヤクルトの選手が入れてます。実質、ヤクルトが10対0の勝ち。違うか。いやー、嬉しいですね。本当にこの調子でいけば、阪神タイガースとのね、ゲーム差をどんどん縮めていけると思うんですよ。あとは後ろのピッチャーのね、調子をどうやって上げていくか。それはもうね、後ろのプロ、高津監督ですから、高津監督にお任せしましょう。高津監督よろしくお願いします。とにかく日本一、期待しております。今年はできるって確信しました。本日は以上です。ゴーゴースワローズ高橋奎二投手、今シーズンこれからよろしくお願いします。